おっ、自分未成年のインコって許せないんです。ああ未成年へのインコ？未成年者への児童売春や動画や写真を撮影したりする事件が社会問題になったりしてるな。確かにそれは許せないな。でもそれでなんでカレコレ屋に？はい、カレコレ屋さんには未成年へのインコを減らす協力をしてほしいんです。え？自分未成年へのインコを減らすアイディアを思いついたんです。協力してください。アイディアってどんな？はい、それはですね、なるほどな。このアイデアを動画にして YouTube とかいうものにアップしてほしいんです。 YouTube とかいうもの？自分パソコンはさっぱりでネットもほとんど見ないのでよく知らないんですが、そういうものがあるんですよね。すごい、その年で YouTube 知らないなんて。俺もつい最近まで知らなかったぞ。自分テレビっ子なんで。テレビっ子ってレベル？素晴らしい、バズること間違いなし。ちょっと影。違います。自分は数字や利益のためにやってるんじゃない。未成年者が食い物にされている社会を変えたいんです。いやいやいや、とか言いつつ本当は収益とか承認欲求とかあんだろ。ありません。え、じゃあ収益は全部くれるの？はい。 YouTube チャンネルもこっちで管理していいの？管理？よくわかりませんがお任せします。自分は社会を良くしたいだけなので。おめえら、このお方は大層ご立派な方だ。俺たちで力貸すぞ。お前マジクズだな。ちょっと待ってくれ、俺は反対だ。は？確かに未成年が被害に遭っている現状は歯がゆいが、そのアイデアでは必要以上に傷つく人を出す気がするんだ。私も反対だよ。そもそも一般人の私たちがそんなことしちゃダメでしょう。どうしたの？これが現代の若者なんですね。常に自分が動かなくていい理由探しに必死。傷ついて泣いてる人がいるのに見て見ぬふり。自分はあなた方のような人間にだけは絶対になりたくない。でもよく言いましたデゲス。さすがデゲス、俺もそう思うデゲス。お前は収益に目がくらんでるだけだろ。何と言われようと俺はやらんぞ影千代。いいよ、俺だけでやるから。本当にこれが正しいことだと思っているのか。俺の正しさまでてめえが決めんなよ。そうだな。それこの前撮影した動画です。ちょうど今編集終わりました。見るか？うん。これあ、俺らだ。児童売春、それは許されざる行為。今日は未成年をつけ狙う卑しき犯罪者を我々が狩っていこうと思う。ここは売春交渉が行われているネット掲示板。ここに14歳の少女を自称してコメントを書き込む。すると30分も経たないうちに返信が。なんとこの男性が買うと申し出てきたのだ。事前に未成年を申告しているのに買うと言い出す外道っぷり。これは正義の鉄拳を食らわせなければならない。こちらの女性は幼く見えるが、実際は成人している女性である。こちらの女性に男性を呼び出してもらう。もしも男性が襲いかかってきた場合も安心、異能を持つスタッフが守るという算段である。来た。掲示板に書き込んだ男性である。年齢は40代後半、指にはなんと結婚指輪。スーツ姿から仕事も普通にしている男性だろう。こんな男性が未成年淫行を行うなんて。君が掲示板の子？うん、今日はパパとママが帰ってこないから書き込んだの。そうなんだ。本当にパパとママはいないの？うん、今日はお仕事で二人ともお泊まり。そうなんだ、かわいそうにね。大丈夫、おじさんが来てくれたから。そっか、じゃあお金も払ったしそろそろ。待って、その前にクッキー食べない？私お腹空いちゃって。じゃあもらおうかな。ちょっと待っててね。なるべく早くしてね。もちろん。あなた、相手が未成年だと知りながら売春しようとしました。え、なんだ君たち。少しインタビューさせてください。あなたがどういう人なのか。なぜ児童売春を？何のことだ。私はただ招待されてたね。こちらにメッセージが残っています。言い逃れは無理ですよ。なんだ、なぜ児童売春を？違うんだ、何が。警察行くぞ。くそ。
はめやがって。わかりましたか皆様。悪いことをすれば必ず報いを受ける。未成年淫行は絶対にダメですよ。本当にこれを公開するの？もちろんです。この人は警察に行った時点で叱るべき罰を受けてるんじゃないの？これ以上追い込むようなことしなくても。それで現状が変わりますか？涙を流す未成年を減らせますか？こうして世間一般に知らせてこそ犯罪が減っていくんです。それって見せしめじゃ。何もしないで人の行動ばかり批判するのはやめてください。それはネットで言うアンチですよ。アンチって？正義も執行できてお金も稼げるなんて天才的なアイディアでゲス。じゃあ動画チェックすんだし、こっちでアップロードしとくわ。今アップロードしないんですか？書き出し終わってねえからな。まさかやっぱり収益が欲しくなったとか？バカにしないでください。自分は正義のためにやってるんです。じゃあ後でアップロードの証拠を送るから。そういうことで。メールはよくわからないので手紙でお願いします。嘘だろ、どんだけネット苦手なんだよ。影千代さん。あ、どうした？動画公開してないですよね。したよ、公開後のスクショも手紙で送ったろ。結果は全然再生されずに終了。これじゃ啓蒙にもなんねえ。やめようぜ。もう嘘ですよね。自分ネットで動画が公開されていないのを確認しました。え？へえ、ネット使えるようになったのか。え、どういうこと？この人は動画を公開してないんですよ。当たり前だ、犯罪者でも勝手にネットにさらしていいわけねえだろ。最初から自分に協力する気はなかったということですか？ああ。じゃあなんで依頼を受けたんだ？どうせカレコレ屋で断られても他の人間を頼って動画を公開すると思ったからな。せっかく信用したのに嘘つきだったなんて。なあ、こんなことやめろよ。もっと別にやり方があるんじゃないのか？犯罪者だって人間だ、何したっていいわけじゃねえだろ。それじゃ何も変わらない。自分は社会をもっと良くしたいんです。そのためにはリスクも必要だ。本当に、本当は悪者をやっつけて気持ちよくなりたいだけじゃないのか？違う、違う方法を探そう。カレコレ屋も協力するからさ。もうカレコレ屋には頼らない。誰もが見て見ぬふりをするから、自分がやらなきゃダメなんでしょうが。はあ、あれ失敗しちまったわ。時間を稼いで説得をするつもりだったのか。まあ、なら最初から私たちにも言ってよ。そうだ、言ってくれれば俺たちも協力したのに。はあ、確かに俺バカじゃね。動画は公開しなかったけど、今回おとり捜査地味なことをしたのは事実。一般人のおとり捜査は法律的には微妙だ。今回二人は巻き込めなかったんだよ。数ヶ月後、結局あの大学生は自分で動画を編集して公開した。未成年売春許せない。この人のこと特定しました、教師でした。まさに完全超悪、悪には裁きを。動画は大人気になり、批判的な意見は圧殺され、視聴者たちは熱狂した。でも晒されたうちの一人が銃口を自分に向けた。そして彼のコンテンツは問題になって終了した。アメリカでは実際にこの動画と似た番組が放送されて人気を博していたそうじゃ。まったく、悪に手を染める人間も正義という棍棒を手にした人間も愚かじゃな。カレコレのあれこれ異宇宙人紹介。今回は俺たちの体の中に混じってる異宇宙人たちを紹介していくぜ。まずは俺の中に血が流れる吸血鬼だ。異宇宙人の中でも強力な存在だな。人の血を吸って力を得たり自分の眷属にしたりするんだよね。ああ、俺もとある吸血鬼に噛まれてこの体になっちまったんだ。詳しくは俺の過去編を見てくれ。影千代もだが、戦う時は自分の血液を操作して戦うよな。本物の吸血鬼の血液操作は強度も速度も俺の比じゃねえけどな。次は俺が感染しちまっているゾンビだ。ゾンビなどという異宙人は俺は聞いたことがないぞ。ゾンビはもともと異宙にいたものじゃない、異宙からの技術を使い人間が作り出したものなんだ。人間が作り出した生物？まあ生物って言えるかは疑問だけどな。
ゾンビはどんな奴らなんだ。戦闘能力は低いけど不死身で、噛んだ人間を仲間のゾンビにしちまうんだ。でも強力な宇宙人にはゾンビウイルスは効かないんだよね。ああ、そういえばゾンビはまだ開発途中って奴ら言ってたような。次は私の中に DNA があるカンナカムイだね。サメの角はカンナカムイ由来なんだよな。うん、昔はコンプレックスだったけど、なんだかんだ今では気に入ってるよ。カンナカムイは地球内で観測されたドラゴンの中では最強クラスだ。ドラゴンでありながら雷神と呼ばれるほど威風されてるらしいぜ。道理でひさ怖いわけだ。怖くないよ。次は私の中に DNA がある雪女だね。その恐ろしさと美しさから人間に死を連想させる宇宙の住人だな。本物の雪女は街一つを一瞬で絶対零度にするらしいぞ。やっぱ怖え。怖くない。次は俺の中に DNA があるホルスだな。ホルスは地球外宙に転生してから太陽の代わりになっている宇宙人だよね。理由は謎だけど、ホルスが地球の周りを飛んでくれてるおかげで俺たちは生きていけてるんだよな。そうだったのか。それは感謝しなきゃだな。知らなかったのかよ。太陽の代わりになるくらいだから、ホルスはすっごく強い宇宙人なんだよね。人類が発見した中で最強の宇宙人らしいな。それは関心だな。人ごと。最後は俺の中に DNA のある狼男だ。狼男は高い身体能力を持ち、耳や鼻が発達している強力な宇宙人だよな。シリーの耳や尻尾は狼男の影響だよね。ああ、本物の狼男は満月の日に完全な狼に変身するらしいが、俺にその能力はないんだ。シリーが狼に変身しちゃったら怖いよ。四足で歩くのも楽しそうじゃないか。全然楽しくなさそう。一通り説明したものの、俺たちもよく分かってねえことは多いんだ。今後私たち自身も自分の力についていろいろ知っていかないとね。四足歩行、それはもういいから。今回も最後まで動画見てくれてありがとうな。そしてここで重大告知だ。なんと今月のカレコレではチャンネル登録者75万人記念に新キャラを迎え入れます。日常的に動画に出てくるやつになりそうだから期待しててくれ。オーティスみたいにか。これはすっごく楽しみだね。みんなチャンネル登録して待っててくれよな。それでは次回のカレコレのあれこれで。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。